ジャンルノワール、ジャンルノワール、ジーンルノワール、1894年9月15日から1979年2月12日は、フランスの映画監督、脚本家、俳優、印象派の画家ピエール・オーギストル・ノワールの次男、ジャンルノワールと表記される場合もある。1894年9月15日、パリのモンマルトルに、父、ピエール・オーギストル・ノワールと、母、 アリーヌの次男として生まれる。幼い頃に南フランスに移住し、父の絵のモデルを務めさせられていた。各地の学校を転々とし、ニースの大学で数学と哲学を学ぶ。第一次世界大戦には、騎兵将尉として参戦し、後に偵察飛行隊のパイロットを務めたが、偵察中に片足を銃撃され、修正まで傷の痛みに悩まされていた。その療養中に、 D.W. グリフィスや、チャールズ・チャップリンらの作品を見て、映画に興味を持つ。1920年、前年に亡くなった父の絵のモデルをしていた、カトリーヌ・ウェスランと結婚。対戦終結後は陶器を作っていたが、イワンもヒ品の、火花する恋や、エリヒ・ヒォン・シュトロハムの、グナル・妻等の影響を受けて、映画監督を志す。1924年、カトリーヌ主演の映画、 カトリーヌに出資し、脚本を執筆する。同年に、カトリーヌ主演の、水の娘で監督デビューを果たす。1926年、女優、七尾監督。高い評価を得、彼のサイレント期の代表作としたが、工業的には失敗し、負債を抱え、父の絵を売却して、借金返済を行う。1934年、季節労働者の姿を、 ドキュメンタリータッチで描いたトニを発表。徹底したリアリズムで描き、後のネオレアリズムに影響を与えた。1937年には、反戦映画の名作、大いなる現影を監督。他にも、ノラクラヘイ、1928年、ドン底、1936年、ゲームの規則、1939年など、工業的には、 失敗が多いものの傑作と評価されるべき作品を発表していき、ルネ・クレール、ジャック・フェデー、ジュリアン・デュビビエ、マルセル・カルネと共に戦前期のフランス映画界、代表する映画監督となった。1939年、イタリアに渡って、都にピクニックで助手を務めた当時32歳のルキノ・ビスコンティを助監督にして、トスカの撮影を行ったが、撮影中に、 イタリアが第二次世界大戦に参戦したため、政策を放棄してフランスに戻った。1940年にドイツがフランスに侵攻したため、戦火を避けるべく12月にマルセイユとポルトガルを経由してシボニー号に乗ってアメリカに渡った。この船でサンテグジュペリとアイベアになり、侵攻を結ぶ人間の土地を制作しようとしたが、 ハリウッド女装部の無理解で実現しなかった。12月31日にアメリカに到着し、ロバート・フラハティに迎えられる。同じ頃、ルネクレールやジュリアン・デュビビエも飛べし、ジャック・フェデールはスイスに逃れていた。20世紀フォックスと契約を結び、ハリウッドの撮影システムに困惑しながらも、南部の人や自由への戦い等の作品を作り上げた。1946年に、 市民権を獲得するが、フランス国籍は捨てなかった。1949年にインドに渡り、1951年に彼の初のカラー映画、川を撮る。父親譲りの美しい色彩感覚が評価され、ベネツィア国際映画祭国際賞を受賞した。1952年にイタリアで黄金の馬車を撮った後、フランスに戻り、フレンチカンを発表する。 商業的な成功を収めることができたが、戦前のように作品は当たらず、映画を撮る機会が次になくなっていった。1969年のテレビ映画、ジャンルノワールの小劇場が最後の監督作品となり、その後亡命時代の地球を訪ね、アメリカで暮らし、終生フランスに戻ることはなかった。1974年に、ジャンルノワール辞典を出版。 翌く1975年にアカデミー賞名誉賞をハワード・ホークスと共に受賞。同年、レジオンド・ヌール勲章コマンドゥールを受賞。1979年2月12日、ビバリーヒルズの自宅で高い、アメリカで失意の底にあったルノワールを精神面で支えていたのは、ルノワールを主と仰ぐヌーベルバーグの騎手、フランソワ・トリフォーだった。大ブ県のエソボッチに、 両親と共に埋葬されている。ジャン・リュック・ゴダールやトリホフォーなどのヌーベルバーグ、ロベルト・ロッセリーニやルキノ・ビスコンティラのネオレアリズム、他にロバート・アルトマンやダニエル・シュミトなど、多くの映画作家に影響を与えた。また、ジャック・ベッケル、ジャック・リベット、ビスコンティや、ロバート・アルドリッチなど、後に各国を代表する映画監督がルノワールの下で助監督を務めている。 著名な写真家のアンリカルティエブレッソンも写真家としてデビューする前にジャンルノワールのもとで助監督を務めていたことがある。ジャンの作品で編集を務めていたマルグリット・ウーレとは恋愛関係にあったが、1939年頃に関係が薄れている。5おさむき